山室幸志郎は、神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。リガーレコー株式会社代表取締役。神奈川県横浜市生まれ。小学校時代は、長田オックス。中学時代は、横浜セアボーイズに所属。霧光学園高校に進学後は1年秋から、エースとなり、最速145キロを投げる関東ナンバーワン。右腕として、注目を集めた。 しかし、3年時に、腰痛のため不振。甲子園では、背番号、10となり、チームも3回戦で敗退した。青山学院大学進学後は、故障とメンタル面の不調に陥り、3年間でわずか2試合しか、登板できなかった。入学後からイップスに陥っていていたが、イップス研究所への相談からイップスを克服。4年春の中央大学戦で、先発志願し、 7回途中まで無失点に抑える、好投を見せ、リーグ初勝利、最速154キロを記録した。リーグ戦、通算6試合2勝1敗、防御率1.47。高い潜在能力が評価され、2009年のドラフトで、ロッテから育成ドラフト1位指名を受けた。2010年には、7月29日に支配下登録選手として契約することが、球団から発表。 この契約を機に、背番号を57に変更した。8月5日には、東北楽天ゴールデンイーグルス、戦での救援登板で1軍デビュー。1軍公式戦への登板は、この1試合のみだったが、2軍がイースタンリーグを制覇したことから、ウエスタンリーグ優勝の阪神タイガースファーム、日本選手権の先発を任された。2011年以降は1軍公式戦への、 当番機会がなく、2013年10月3日に、球団から戦力外通告を受ける。通告後に、第1回十二球団合同トライアウトへ参加した、ものの、打球団から獲得の申し出がないまま現役からの引退を決意した。なお、2013年12月30日に、TBS 系列で、放送の、プロ野球戦力外通告。 首を宣告された男たちでは、戦力外通告の直後から引退を決意するまでの山室への密着取材映像が紹介された。飲食業界へ転身するとともに、2014年中に焼肉店の開業を予定していた。2017年2月2日に、日本学生野球協会から指導資格回復を認定され指導登録の申請を行い、2月12日に、 福島県の学法石川校野球部監督の知り合いという縁で非常勤の投資コーチに就任した。週末などに横浜市から同行に通い指導に当たっている。2021年現在はハウスクリーニング事業を展開している会社の社長を務めている。ありがとうございます。